元々のきっかけはでございますね、AKB48 というアイドルグループをプロデュースしているときに、ファンの皆様が彼らのですね、選択眼というのが素晴らしいと、とにかくまだブレイクしてない子を自分で見つけてそれで応援していくというスタイル、普通のもしかしたら専門家の審査員よりも彼らの目の方が正しいんじゃないかという。2009年、芸能界に新しい歴史が刻まれようとしていた。全国から選ばれたアイドルがステージ上で1対1の対決をし、真のナンバーワンアイドルを決定するという夢の大会が開かれたのだ。題してプッシュワン。それぞれのそのパフォーマンスと陣営がですね、何を出すかと。観客の前で特技を披露してのガチバトル。そしてその勝敗を決するのは、本当にファンの皆様がこの子が売れるぞとか、この子がいいぞとか、この子を応援するぞということでの、アイドル選手権でございますので、ファンが決定権を持つアイドル選手権、自らのプライドと夢をかけて熱き戦いを繰り広げる。山のお天気は変わりません。僕も非常にこれ期待しております。48とアイドリングも全面協力。なんと夢のコラボが実現。新曲も大発表。いよいよスタート。アイドル選手権プッシュワン。新しいアイドル誕生の瞬間を目撃せよ。会場の進行はこの2人。帰り込んですよ皆様。私いつもあっちへ行きこっちへ行き、皆さんにご迷惑をおかけしております。ただ一つ言わせてください。私皆さんが大好きでございます。プッシュワンは1対1の真剣勝負。特技と歌のパフォーマンスタイムは1人わずか2分半。勝敗はそれまで決定し、準決勝決勝まで勝ち抜くとなんと賞金100万円。日本中の芸能事務所から選ばれた16組のアイドルたちが見事この大会へのチケットを手にしました。では1回戦第1試合、果たしてどのアイドルがナンバーワンに輝くのか。こんにちは、ニューカムに所属の薄井千秋です。薄井千秋15歳、ニューカム所属。運動が得意で特技はお菓子作りと誰とでも仲良くなること。相川優です。中学2年生の14歳です。趣味特技はクラシックバレエです。相川優14歳、サンミュージックプロダクション所属。クラシックバレエの他に得意なスポーツは縄跳び。さあ相川、登場から紙飛行機を投げて観客にアピール。後ろの男性は相川の担当マネージャー、マネージャーがセコンドとしてサポートします。プッシュワン第1試合、相川 VS 薄井。緊張の中、戦いの幕は切って落とされた。今日はよろしくお願いします。では特技披露、女の子らしくいきたいと思います。赤コーナー薄井のパフォーマンスは女の子らしく柔軟。その正体は、一点、歌ではアイドルの王道キョンキョンを熱唱。出会いは風の中、恋に落ちたあの日から、気づかぬうちに心が、緊張のあまり手が震えています。頑張って。続いて青コーナー相川、まずは得意のクラシックバレエを披露。おっと、このベルは何でしょうか。もちろんなりました。今日から新学期か。お芝居ですね。先生、私からですよね。歌はこちらもアイドルの定番、赤いスイートピー。色の汽車に
寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎても、あなたってでも握らない。勝負を判定するのは3組の審査員。まず1人1点ずつ持つスペシャル審査員が6名。この5人と、もう1人はというと、そして MC の山ちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、わかりました。多分ね、きっとね、皆さんの怒りのせいで僕生まれ変わったら汚い虫になると思うんで。いや、ものすごい緊張感が伝わってきて、もうこっちがドキドキしました。もう手が震えてるのがもう目の前で見えるっていう感じで。いや、すごかったですよ。机の周りをね、バレエで回ってから、それでは歌いますって、かなり斬新ですよ。また観客も携帯で投票し、多い方に参戦。さらにマイクロソフトネットワークで生放送を見た人も全国から投票しプラス3点。12点中6点以上で勝ち抜け。まずはスペシャル審査員が同点。そして全国は青、さらに会場は青だ。ということで、青コーナーの相川優選手、おめでとうございます。百瀬美咲です。高校1年生の15歳です。百瀬美咲15歳、ホリプロ所属。特技は極真アスリート空手とバトントワリング。優勝目指して頑張りたいと思います。笠原美香17歳、オフィス48所属。特技はパントマイム。